本日は多動性優位の ADHD の特徴について解説いたします。 ADHD 持っていますとついついカットしてしまったりとか先延ばしをしてしまいギリギリまで行動が起こせないなんてことがあります。前半でその様子を演じ後半でその対策を具体的にお話ししますのでぜひ参考にしていてください。というわけでよーいスタート。それではですね第12回俳優オーディションを始めます。最初の方どうぞ。何こいつ、よろしくお願いします。新宿2丁目に迷われた天使メタモリフォーズ花井です。人生かけに来ました、よろしくお願いします。すいません、和樹芸能プロダクションの面接なんですけども、ちょっとお間違いではないですか。いや、逆です、正しいです。はい、間違えてませんよ。よろしくお願いします。何やねん、その言い方。いや、ちょっと写真と全然違うじゃん。すいません、全然これ写真と違うんですけど、あ、それ、若い時の私です。え、マジで？いや、めちゃくちゃイケメン。え、なんでそっちの路線行ったん？私も普通に行きたかったんだけどね。社会がそれを許せなかった。普通逆でしょ。どちらかと言ったらそっちの方が風当たり強そうだけど、いやまあちょっとうちの求めてるタイプではないんですけども、ちょっと素材は良さそうなのでとりあえずオーディションだけさせていただきます。あ、ごめんなさい、ちょっと聞いておきたいことがあるんだけど。あ、質問ですか。すみません、こちらで質問は受け付けていないので。なんでよ、ふざけんじゃないわよ。あんたお金舐めてんの？私人生かかってんのよ。めっちゃ切れるやん。人生にかけてるって言ったよ。あ、ごめんなさい、そういうわけじゃないんですけども、窓口を通していただいて大事なことだから質問しようって言ってんのよ。上出しなさい、上。めっとくせえこいつ。あ、すいません、わかりました、特別にお受けします。ご質問何でしょうか。最初からそうすればいいのよ。聞きたいことってのはね、どうしました。何聞こうとしたか忘れたわ。なんだよ、そこまで聞いて忘れるってどういうことだよお前。ああ、はいはいはい、すいませんね。とりあえずオーディション進めましょうね。はい、なんで逆切れしてんだよお前、腹立つわ。じゃあもういいです、もうとりあえず始めます。うん、じゃあまずね、なんでうちで芸能活動をしようと思ったんですか。その志望動機を教えてください。はい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 、来ると思ってばその質問、お決まりの質問ね。はい、お答えいただけますか。どうしました。あ、ごめんなさい、用意してた答え忘れたわ。いや嘘でしょ、めちゃくちゃドヤ顔で答える気満々来たじゃん。逆なんだよ、来ると思ったとこじゃなくてどうやって答えようとするかっての覚えとかないとさ、誰だって忘れることあるでしょ。何なのさっきから。嘘でしょ、めっちゃ消えてるやん。え、人生かけてるんでしょ。人生の重み分かってんのかなこいつ。すみません、じゃあ志望動機はいいんで、早速演技見せてもらっていいですか。わかりました。その言い方やめろ。ではいきます。ほんとあんたも変わっちまったね。10年前のあんた、昔のあんただ、ね、ちょっと待って。何よ、邪魔しないで。間違いだったらごめんなさい、申し訳ないんだけども、セリフ覚えてきてない。いや、そんなわけないじゃない、ちゃんと練習したわよ。あ、だよね。え、ごめんなさい、じゃあもう一回お願いします。邪魔しないでね。では行きます。本当あんたも変わっちまったわね。10年前のあんただったら、今のあんた、ちょっと待って、覚えてきたわよ。え、どんだけ練習したの。昨日の夜一生懸命練習したんだから。ふざけんなよ、人生かけてるって言ったじゃねえかよお前。人間なんだから忘れることあるでしょ。ふざけんじゃないわよ、全部逆、全部逆なの、ね、そこ切れるとこじゃないんだよ。もういろいろ間違えてんの。もう申し訳ないけども、不合格です。ちょっと待ちなさいよあんた、納得できるわけないでしょ。ちょっともう一回やりなさい。ちょっとなんだあいつ、いやキャラ濃いな。芸人の方が向いてるだろう。次の方、すいません、お待たせしました。次の方どうぞ。新宿2丁目に迷われた天使メタモルフォーゼ花です、よろしくお願いします。またお前かい。発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。いかがでしたでしょうか。あなたも前半のコントのようについつい言われたことに対してカットしてしまったりとか、やるべきことがあるのにもかかわらず事前に準備をせずに
一夜漬けで頑張ってしまうなんてことありませんでしょうか。なかなかね、ADHD なんかを持っていますと、そういう傾向なんかがありますので、人生困ることっていうのがね、結構起きてしまうんですね。もちろん、それでなんとか人生やっていけることっていうのもたくさんはあるのですが、やはり、より良い人生を生きるためにはそういったことをなるべく改善して望むべき行動であるとか自分の感情ってのをコントロールできるようにした方がいいので、今回はじゃあなぜそういったことが起きてしまうのかという ADHD 特に多動性優位の ADHD の特性とそれが起こる理由そして対策なんてのについて詳しくお話ししていきます。今回ですね、この動画見ていただきましたら、あなたの能力、特性、才能というのを活かし、知識を持ってですね、人生どんどん変えることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、多動性優位の ADHD の特徴、まず一つ目、カッとなるということです。思い当たることあるな、みたいな方いらっしゃるとは思うんですけども、ついつい些細なことで、イラってしてしまったりとか、怒ってしまい、もう我慢ができない。ということですね。これ、理由いろいろあるんですけども、一番大きな理由としては、抑制機能が弱いということが挙げられます。つまり、我慢をする力が、やっぱり脳の機能上弱いっていうことなんですね。他にも、海馬が縮小していたりとかね、ストレスがかかりすぎると、やっぱ海馬とか、いろんなところが脳が弱くなってしまいますので、それによって我慢ができないとか、睡眠不足とかっていうのもあるんですけども、全体、トータルとして、やっぱり感情のコントロールが苦手というのが発達障害の特性として挙げられます。それが故にね、具体的に言ってしまいますと、上司に何か言われたらブチ切れてしまうと。逆切れしてしまうなんてこと、今までにあなたもありませんでしたでしょうか。実際、昔の僕も結構これあって、うわーって言われると、わーって言い返しちゃうんですよね。言いたいこと言っちゃうと。なんか9割自分が間違っていても1割の正しさを主張するみたいなね、言ってしまいますんで、やっぱり自分の立場が悪くなってしまうと、いや、お前それ言う権利ないでしょみたいな立場でもやっぱ我慢ができなくて言ってしまうなんてことが、あったんですね。はい。じゃあですね、これどうやって改善すればいいのと、対策打てばいいのということなんですよね。やっぱり我慢ができないとなかなか人間関係こじらせてしまうことがよくあります。なので、ぜひやっていただきたいのが、積極的先延ばしです。先延ばしって聞くと、やるべきことをついつい先延ばししてしまって、ね、なんか目標達成できないとかいうことがあるんですけども、これは、いい先延ばしのことですね。そう、先延ばしには、いい先延ばしと悪い先延ばしがあって、今回お話するのは、積極的先延ばしという、いい先延ばしです。例えば、これ、欲望なんかに置き換えてもらうと分かるんですけども、お菓子食べたいな、ダイエットしてるんだけど、ね、甘いもの食べたいって思うときあるじゃないですか。そういうときは、ぜひですね、数秒から数分とか待ってもらうんですね。で、するとですね、だん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 、その我慢ができる時間っていうのが伸びていって、お菓子を食べるっていうことをしなくなっていくんですね。お菓子を食べるまでの、後ででいい、後ででいいやっていうふうに先延ばしできるようになってきます。で、それと同様に、感情っていうのも、バッとね、イラッとしたとしても、ちょっと今怒んないでいいよと。よくアンガーマネージメントなんて言い方もしますけども、5秒待ってみようとか、ちょっと5分1回頭を冷やしてから伝えようっていうふうにすると、感情的に言いすぎず、そういった人間関係をこじらせるっていうことがですね、防げるようになっていくんですね。そう、言いたいことを言えばいいっていうもんではないんですね。特に人間関係においては。ですので、この積極的先延ばしというのをですね、ぜひ頭に入れておいてください。特に発達障害を持っていますと、言いたいことを言っちゃうとか、そんな傷つけるつもりないんだけども、思ったことを言っちゃって、相手を傷つけてしまうなんてことがありますんでね、一回立ち止まっていただいて、これは言うべきなのか言うべきじゃないのか、というのは考えてください。とはいえ、そんなに、ね、なんかこう、やっぱりこう、イライラしてしまったら、やっぱり言いたくなっちゃうし、それを我慢するのって体に悪いんじゃないかなって思う方もいらっしゃいますよね。特にパンって頭が血が上ったら、うってこう、ね、浮いちゃうっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう場合は、場所を変えるなんてね、対策をやってみてください。例えば、上司にうわーって怒られましたと、頭に血が上りました。で、その時点で反論するんじゃなくて、すいませんって言って、ちょっとトイレに行って、頭を冷やしてみるとか、場所を変えて、屋上に行って、風に当たってみるみたいなことをすると、
客観的に冷静に自分の感情と向き合うことができるんですね。そう、人間っていうのはすぐに感情に飲み込まれてしまって視界がどんどん狭くなってしまうんですよね。でも例えばじゃあ長期的に見たらこれが言うべき時なのか言うべきじゃないのかみたいな考えを持ったら、あ、これは言葉を選ぶべきだなとか、ここはちょっと我慢しておいた方が後々いいなみたいなことも見えてきますよね。思ったことを言えばいいというもんではありませんので、自分の感情をコントロールするために時として我慢をする必要があるかを見極めるために、積極的先延ばしであるとか場所を移してちょっと冷静になってみるということをやってみてください。そして2つ目ですね、多動性優位の ADHD の特徴、事前の準備が苦手ということです。わかるーっつってね。わかるーっつって。これはつまり、やるべきことがあるのに一夜漬けでやってしまうとか、もうギリギリまで手を出さずに、ピンチになってやっと手を出すみたいなことですね。まあ、これもね、やっぱりギリギリになってしまいますと、作品とか、商品とか、もうやるべきことのクオリティというのも下がってしまいますし、イレギュラーに対応できないなんてことが起きてしまうんですよね。で、ADHD の方の場合、そのピンチになってからの馬力がすごいので、結構それでできちゃって、成功体験を積めてしまい、まあ、ピンチになってからやればいいや、なんていう風にね、なってる方多いんですけれども、やっぱりそれでは自分が望むべき人生を歩みづらい、自分の行動とか感情とかってのを計画的にコントロールできた方が、そりゃいいところに進めるに決まってるわけじゃないですか。ね、TOEIC のテスト。前日にやるんじゃなくて、日々ちゃんと勉強して知識を入れておいた方が、それはね、知識を使えたりとかもしますよね。これね、一応やっぱり理由があるんですよ。そう、ワーキングメモリーってね、いつもお話ししてるんですけども、このワーキングメモリーが弱いと、計画を立てることであるとか、事前に準備をしたりするってことがやっぱり苦手ですので、なかなか分かっているんだけども行動ができないと、計画通りに物事を進められないと、直前にならないと動けないなんてことがやっぱりあるんですよね。あなたも学生時代ね、一夜漬けとか、てかギリギリまでやらずに結局納期すぎて仕事で怒られるなんてこともあったんではないでしょうか。じゃあこれどうしやって対策打てばいいのと、もうね、簡単です。気合や根性でね、頑張ろうとしても体動かないんですよって方もいらっしゃると思いますので、じゃあそんな方でもできる方法があります。そう、強制性です。もうなんだかんだ言って人間というのは環境に支配されているんですよね。やっぱり怠けられる環境とか、やんなくてもいい環境に置いていたら自分を、そりゃやんないですよ。早起きしてもしなくてもどちらでもいいですよっていう環境だったら、人間早起きしません。甘い方に流れます。それが人間です。あなたが別に弱いわけではなくて、人間ってそういうもんなんですよ。まあ生物学的にもう遺伝子としてローコストになるようにエネルギーを節約するようにできてるわけですよ。とはいえ本能にそのまま流されていては、自分の望むべき人生を歩めないので、自分がやらなければいけない環境に身を置くっていうのが何よりも重要なんです。まあ、これ分かりやすい例で言うと、例えば僕のお掃除カウンセリングなんてのもそうですよね。まあオンラインで、じゃああなたが今から片付けるのをね、見てますよと。で、これどうしたらいいですかって聞いたら、もうその場で、じゃあこうしましょうねとか、自分で迷ったら、捨てるべきかどうか迷ったら、捨てた方がいいんじゃないですかとか、まあそれは捨てなくていいんじゃないですかみたいなことを、なんやかんや言いながら一緒に片付けるお掃除カウンセリングってのがあるんですね。これ、じゃあなんで一緒にいないにもかかわらず、リモートにもかかわらず、その人が片付けられるようになるのかっていうと、人に見られているっていう環境があるからなんですよね。他にもカウンセリングで、じゃあ次までにこれやっといてくださいね、みたいな宿題を結構出すことがあるんですけども、それを出した方っていうのは、次までに、あ、ちょっと見せなきゃいけないから、すいません、やってませんでしたっていうのが、ちょっと言いたくないから、言いづらいから、次のカウンセリングまでにちゃんとやっておくんですよね、やるべきことを。そう、人間の意志なんてのはそもそも弱いですから、その弱いよねということを前提として、じゃあどうすれば自分のケツを叩けるのか、強制的にやらなければいけない状況になるのかってのを考えてほしいんです。まあお仕事で言うのであれば、例えば同僚と一緒に仕事終わりに仕事を一緒にやって、プロジェクトとかね、企画書を書くみたいな、
ことをやっておくと先延ばしせずにできるようになるってことですね。とはいえ、いやそんなちょっと人にお願いしてばっかりだと申し訳ないよとか、カウンセリングをお願いするのにもなかなかちょっとお金もしんどいななんて方もいらっしゃるでしょうから、そういった方は自分でコントロールできるようにワーキングメモリーを鍛えるというのはとてもおすすめです。ワーキングメモリーを鍛えることによって先ほどカッとなるというのもある程度コントロールできるようになりますし、こういった事前準備っていうのも計画的に行動できるようになりますので、ワーキングメモリーぜひ鍛えてください。具体的にはこちらの動画ね、以前投稿しましたので、こちらを見ながら日々の行動というのを変え、ワーメモを鍛えていってください。発達障害を持っていますと、ついつい感情的になってしまったりとか、ギリギリまで行動できなかったりとかして先延ばししてしまうなんてことがあるんですけれども、ちゃんと知識を入れ、今日お話ししたことっていうのをちょっとずつでも実践していただければ、あなたは望むべき人生を確実に歩むことができます。そう、あなたはいつからでも人生を変えることができるんですね。大変なこといっぱいあると思いますけども、自分を信じてアクションを起こしていってください。とは言ってもやはりなかなか自分が意志が弱かったりとか、うまくいかないことばかりだとすぐネガティブになってしまって心が折れてしまうと、モチベーションが下がってしまい、なかなか続かないんだよなんて方もいらっしゃると思いますから、そういった方は僕が直接1対1でカウンセリングをさせていただき、あなたの望ましい行動っていうのをですね、促させていただきますね、背中を押させていただきます。動画説明欄に僕のホームページがありますので、ぜひそちらからお問い合わせください。一緒に人生を変えていきましょう。僕は普段このように発達障害を持った人の人生がより良くなるような動画を毎日投稿しています。より多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。発達障害を持っていて人生辛いことばかりだと嘆く方もいらっしゃいますが、あなたは絶対に幸せになります。僕もまだまだこれから成長することいっぱいありますので、共にね、一緒に前に進んでいきましょう。あなたの幸せや成功、これより応援しています。以上、和樹でした。